これはストーリーを僕の書いたストーリーです。こうやったらこれ差し上げますか。あ、いいんですか。いいんですか。なんか僕はどっちかからサインしますから。あ、すいません。撮影してもらっていいですか。あ、今押します。あ、押しました。じゃあ、 前振りなく打って何でしょうかちょっとやってみますんで、で、アテリの話ね、遠くの英雄と言われたっていう話ですけど、平安時代ですね、平安時代初期、桓武天皇が、遠くを治めに来る人に、従わないというか、皇族ですね。で、坂の上の田村麻呂という人が発見されて、そこで戦いがあるというんですけど、そこで、ちょっと物語がありますね。やれるとこまでちょっとやってみましょうか。全部はできないからですね。踊りたくなったら踊ってもらってもいいんですよ。はい、ね。ちょっと一人で演奏するのも無理がありすぎますけど。メロディーは楽器でやりますか。最後平和にあるので、平和を祈求して終わるみたいな感じ。この間は立派なナレーターに語っていただいて、去年は私が出来たてで語って、それからまたちょっとこの話題が膨らんじゃってるので語りきれないですけど、やってみましょう。地の英雄となる男の子が生まれました。遥か千年の昔、奈良の平城京が終わりを迎えようとしていた。その頃の東北の民は律令制を全国に進める大和の朝廷から異敵蝦夷として恐れられていました。立派な都を作った大和から見れば素朴な自然の村に住み、肌は毛深く、骨格や肉付きも異なり、同じ日本人とは思えないほどびっくりしたのかもしれません。大宮人の中には平定すべき野蛮な民と捉える人たちがいたんです。東北の英雄、アテルイの物語。火炎の人と言われた勇者アテルイは、心優しい愛と平和の人である。野山を歩く時にも道端の花を踏まないように歩き、鳥の声、風の声を自然の音楽のように受け渡り、生まれ育った大地を愛し、人々を愛し、部族が平和に暮らせるようその祈りを天に捧げていた。
奥は深い。さまざまな人を養い育てる力を持つ。溢れる平和を謳歌する。自然は緩やかだが、時に激しく大魔神のように荒れ狂う時もある。大地を潤す幾本もの大河はその象徴として偉大にしている。テレビには大事な母
守れる。部族の守り神のように賢く、戦術にも長け、争いが起きた時には身を張って調停し、村人や息子たちの命を助けた。母には大自然の生き物から学んだ賢い知恵がある。テルイも尊敬する母のもとで成長するにつれ、若者や女人を愛するようになり、ロマンを育んだ。その愛やロマンは山や川、部族や村を越えて大きく広がり、一つの東北大陸として多様な人々を平和に収める夢となった。テレビは強かった。先輩の勇者たちと協力し、若者を育て、団結の固い軍を応募し、実に百戦百勝か。その頃、京の都を開いた桓武天皇から敗北の続く奥州征伐の軍の新しい征夷大将軍に坂の上田村麻呂が任命され、満を持した派遣が行われた。彼はアテルイ軍の喉元である仙台と石巻の間の要衝に多賀城という大規模な砦を築いた。終わりな東北の民を苦労するやり方に怒ったアテリは、これを民の力で取り囲むあろうことも
城に火を放った。火炎の人アテルイの名前の言われとなる戦いが始まったのだ。この間違う曲やるよ。戦いの曲ではあります。ブラックインディアン。しかし中には官位についた東北人を恵比寿出身であるとして蔑む人がいた。この
差別に対する怒りから民の反乱が起きることもあった。桓武天皇は大陸や半島から渡った高い文化調和の理想に傾倒していた。もう朝廷内で人が殺されるような争いは真っ平だ。特定の人が神の地位になる考えではなく、多様性を束ね和をもって尊しとなしたかった。これちょっとここで終わっちゃいたいので、ちょっと難しいですけど、遠くのジャンガラというリズムをちょっと指定したいと思います。福島いわきの方でお盆の時に青年団が回って追悼するという感じですね。まあ、ちょっといわきって海岸べりで海のリズムっていうのかな、そういうのが渡ってきてると思っております。阿波踊りとか、あるいは、八丈には署名節っていうのもあるんですけど、八丈島なんかそういうこと揺らぐような感じですね。で、初めちょっと、こんな La 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 la
ララ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 ラ
ちゃくちゃでした。皆さん、お疲れ様でした。ありがとう。安藤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょっといい時間があったので、1曲ぐらいやって終わります。隣の大料理屋さんに行きましょう。予約しておきましょう。ダニボイいいですかね、じゃあね。本当、愛野さんか、これと一緒に歌おうと思ってたんだけど。
ンコール酒アンコールで終わりです。調べてたらちょっと違う感じだ。そうですね。あの、ね、日本では岩谷時子さんという方が越路吹雪さんとも書いてるので、大竹しのぶさんとか、そうそう、大竹しのぶさんもちょっと違う人だったということがあるけど、でそれに三輪明宏さん、あの丸山明宏さんというか、はい、三輪明宏さんが噛みついて、こんな詩でどうしてって起きたのみたいに、もともとの詩と違うので、もともとの詩にちょっと僕のは近いんですけれど、あの本当にね、そういういろんな思いの時で、それで、でもまあ岩谷時子さんはそのこうちゃんって、まあ越路さんはこの詩じゃないと、このいうすごくベタベタなロマンチックな詩じゃないと、あの歌えないのっていうことでね、あの了解してもらったってことを言ってましたね。皆さんもきつい子はもともとその今みたいな国を盗んだ人を裏切っても構わないっていうような詩がところがあるんですよ。でも最愛の人を亡くした時に、なんとかセルターだったかな、なんかボクサー世界チャンピオンだったと思うんだけど、ピアノがその人の、でそれを持って書いた詩なんですね。だからすごいですよね。亡くなっても一緒にいようみたいな感じですからね。そういうことですかね。国を裏切っても、友を裏切っても構わないっていう、そういう詩ですよね。詩を奪っても太陽を奪ってもいいみたいな。どうもありがとうございました。はい、じゃあ終わりです。いいかな、風邪ひかないようによかったら、あの隣に美味しいから、はい、そんなに高くないし、行ってていただければすぐ行きますから。はい、あ、ここは一応1000円なんですけど、はい、お渡ししてなかった。じゃあ受け取って渡してくれれば、うん、で、でもこう、ちょっと、あ、もういないでしょ、向こう、あ、ちょっと行ってきます。そのまま渡しちゃってさ、はい、で、それで、5分か10分後に行きたいんですけどって言って、はい、5分ちょっと行ける、ギリギリ今9時15分から20分です。3人か、はい、はい、でも私もちょっと出ちゃうでしょ、はい、ちょっと行けばいい、美味しいよ、すごいすぐやってくれるよ、はい、はい、じゃあ、まあ、じゃあ、はい、あ、じゃあ、いっぱい行ってから俺片付けをやってました。ありがとうございました。ピラって読めれてるんで、もう何時からやるの？次は。次は10